にちは。ごめんなさい、ちょっと変な時間になっちゃったよ。そしてちょっと鼻声なんですけど、ごめんなさい。ちょっと風邪ひきです。よいしょ。スナイパーさんちら。ケンさんはいつもどこにいらっしゃる方なんですか？誰かの配信応援してるんですか？ちょっと待ってね、眉毛だけ確認。よいしょ。あきらさんありがとうございます。ネギさんもありがとう。ちょっとお昼の部、お昼と言ってはもうお昼じゃないのですが、ごめんなさい、私がちょっと風邪ひきのためゆっくりしちゃってました。ちょっととりあえず15時ぐらいを目安までね、やっていこうかなって思います。そして今日イベント21時59分で最後なので、よかったら皆さん最後まで応援お願いします。ちょっともろもろ書くね。タキさんありがとう。ナギさんもありがとう。よいしょ。にじかちゃんだけかな。そうなの。ケンさんでもあんまりケンさんあんまりコメントくださいよ。風邪を大事に、無理しないでね。ありがとう。ペポさんこんにちは。ワシューさんありがとうございます。ベポさんすごい、ニージーサーポー90人目。熱はまだあるの？やっぱ昨日の夜中にガーンって上がっちゃって、でなんかあの節々痛い感じがありまして、で今日日曜なので病院がやっぱりやってないので、ちょっと常備薬で、もともと病院からもらってるお薬で今対応してる感じです。でやっぱ喉が腫れちゃってるので、こっちだけちょっと多分扁桃炎ですね、なりました。またうん、鹿児島からなので揺れ鹿児島そうなの。そう、ぜひよかったら皆さん SMS の認証登録お願いします。お、ありがとう。やすーさんもありがとう。たけみくんありがとうです。よし、クマエビラストですね。よし、なぎさんありがとう。キュウオウさんありがとうです。KFSR01NN さんありがとう。皆さんこんばんは、来てくれてありがとうございます。
ちょっと15時ぐらいまで目安にやっていこうかな。2回ほど手術を受けたでござる。わら、お大事になさってくださいね。みこみこちさんいらっしゃい。チャーリーさんもこんにちは。皆さん日曜日お休みですか？何されてますか？としさんもありがとう。私は今日ありがたいことに一日何もないのでギリギリまでちょっと体を休めてたんですけど。コーヒー美味しい。やばい、歌いたい歌いたくなっちゃうわ。盛り上げてこうかな、せっかくなんで。熊江部最終部です。今日21時おいしょ50分でとなってます。わしさんありがとうございます。あ、間違った。お、クカヤさんいらっしゃい。皆さんお休みですか？今日これ一旦配信終わったら、なんかね、ここのセッティングのやつがやっぱ緩くなってきちゃったから買いに行かないと。
さんありがとうございます。グッドラックトゥーさんありがとう。コカイソお仕事頑張ってください。夜もやりますよ、もちろん。明日はきっと天気で悪いことなんてないね。タイムカードをして僕は朝目を開いた。僕らは今日も勝ってる。足りないものしかなくて靴を履きながら空想。空は高いのかな。よかったら皆さん今日21時59分で熊イベラストです。よかったら応援してください。あなたさえ、あなたさえ、これはきっとわからないんだ。はにかむ顔がちらつく。口を開けて風をはむ。春が咲き花壊し、桜の散り塗るを眺む。今風をはむ。棚の心は15円、一つだけ売れ残った。値引きのシールを貼って、明日もきっと天気で、ここにも客が並んで。2割引きの心は誰かが買うんだろうか。なぎさん、松岡さんありがとう。きおさんありがとう。あなただけ、あなただけ、僕はずっと思ってたんだ。白いあの雲を待つ。風のない春にざわめく。草流れ雨とむや、軽く花の散るを眺む。今風をはむ。ついに心は半額、いつまでも売れ残って。テレビを眺めて空想。ニュースは希望のワーゲン。あなたは今日も買ってる。足りないものしかなくて、うつむく手元で購入。空は高いのかな。この希望はわからないんだ。売れ残りの心でいい。僕にとっては美しい。春が咲き花壊し、桜の散り塗るを眺む。あなたしか、あなたしか、あなたの傷はわからないんだ。口を開けて歌い出す。今あなたは風をはむ。冬ごもり春が咲き、あなたの歌だけが聞こえる。今口ずさむ。あなただけ、あなただけ。鼻声やな、ちょっと。
なんかちょっとねしっとり系になっちゃいますが歌ってきますよ。でもちょっとしっとり系って難しいな。どれにしよっかな。ちょっと夜はねバチバチに盛り上げていけるように頑張ります。これをあ、うん、ラテカツいいね。ラテカツ、タニーさんありがとう。高橋さんもいらっしゃいです。初見さん大歓迎ですよ。I'm gonna go.
とうございます。今日ね、一旦15時までやってきます。で、夜はね、6時から始めていこうかなって思います。熊井部最終日、熊井部最終日は早いな、1週間。ピノちゃんが寝てるソファーで、かわいい。うちのワンコが寝てますソファーで、かわいい。ピノちゃんかわいい。なんかソファーの上にクッションがあって、クッションの下に入って寝てますかわいい。ありがとな、みんな。毎日配信もうちょっとでね、300日いきそうなんです。やった。300日の時はちょっとなんかお祝いパーティーしたいね。せいさんいらっしゃい、ありがとうございます。よかったらね、今日熊井部最終日です。21時59分までとなってます。夜の部もね、ガンガン盛り上げていくので、よかったらぜひぜひ見に来てください。そう、今日でね、291日目なんですよ。早いよね、本当に。おいでやすさん、ナイス、ありがとう。なんかあるかな。ごめんなさいね、私すごい風邪ぴきになっちゃいまして、このタイミングでごめんなさいね、ちょっと声があれなんですけど、左右されずにガンガン歌ってきますよ。でもさ、やっぱ夜のさ、ラストの盛り上げ大事なので、夜には温存しときます、ちゃんと。でも歌いたいんだよな。歌いたいんだよな。さだにしりん推しさん、ありがとう。末っ子あんちゃんいらっしゃい。よしいけさん、ゆきみさんもいらっしゃい。Thank you.
かさ、前髪こっちだけさぐるんってなっちゃうの。癖なのかな、巻き方なのかな。こっちだけなんかさ異様にくるりんってなっちゃってさ。メガネキランさん、こんにちは。ヨッシーマです、いらっしゃい。何にしよっかな、うん、チーバーさん、いらっしゃい。なんか昨日と今日の東京はね、溶けるほど暑くてですね、なんか先週ぐらい30度ぐらいだったんですよ。ですごいやっぱ9月に入ると涼しくなるんだなーなんて思ってたんですけど、昨日36、あれれれみたいな、35、6あれみたいな。ちょっとね、太陽さん元気ですね、本当に。昨日びっくりしたんですよ。だからなんか夜とかも27、6、7ぐらいかな。まあ湿度は高かったんですけど、基本的にはそんなにね落ち着いたの、9月入って。本当にでもなんかまたちょっとね、昨日あたりから太陽さんが本気を出してきました。はるさん、いらっしゃい。本正さんもいらっしゃい。私は東京に今住んでるんですけど、他の地方に住まわれてる方は変わらず暑いですか？どうなんだろうね。大阪とかも暑いのかな。まだ東北は割と涼しくなってそう。なんかさ、ショールームのさ、クマちゃんいるじゃないですか、キャラクター。あれをここに飾ってる人いるじゃないですか。私もショールームのクマちゃんが欲しくて。ちょっとね、なんかどうやったらもらえるんだろう、あれ。もうちょっと頑張ったらもらえるのかな。ナノンさん、こんにちは。ね、ショールームのクマちゃんをゲットしに頑張ります。目標に100キロありがとうございます。ナイス。秋田は朝晩過ごしやすくなってきた。わー、やっぱさ上の方はそうよね。秋田いいな。私さ秋田に行ったことがないんですよ。何気に岩手も行ったことないかも。東北、私宮城出身なんですけど、山形とかはある。上っていうよりかは西の方によくお出かけするタイプでした。ディズニーランドとか、それこそ東京とかはよく来てたんですけど、なかなかね、栃木とかそっちの下に来ることあったけど、青森とかも行ったことないもん私。だから今度東北、なんかさちょっとロングで東北のなんかちょっとツアーみたいなのやりたい。勝手に回りたい。なんか岩手、秋田もそうだし、岩手、そして青森行って美味しい日本酒を飲む旅に出たい。ゆぴょんさん、こんにちは。犬がマックス KRRR 好きさん。なんていうの、キラー、ぐでたまさん、いらっしゃい。ありがとうございます。ちょっとね、今日21時59分で熊指が終わっちゃうんですけど、最後までね盛り上げてきます。夜はね6時頃スタートしたいなって思ってるので、よかったら来てください。ピノちゃんがクローゼット行っちゃった。ウタさん、いらっしゃい。ショウゴさんもいらっしゃい。何にしよっかな。ね、ちょっとおとなしめの曲になっちゃうんだけど、僕が君を初めて意識したの転がってきたボールを
存在気づいてくれたんだ。熱い雲の隙間に光が差してグラウンドの上僕にちゃんと影ができた。いつの日からか孤独に慣れていたけど僕が拒否してたこの世界は美しい。心が空っぽで僕は一人では生きられなくなったんだ。孤独より居心地がいい愛のそばで幸せを感じた。人の群れに逃げ込み紛れ誰も教えてくれないだろう。悲しみの雨打たれて足元を見た。土のその上にそう確かに僕はいた。こんなに心が切なくなる恋ってあるんだね。キラキラと輝いている同じようだって僕らの足跡は続いてる。君の名前は希望と言いました。もし君が振り向かなくて僕は忘れない。どんな時も君がいることを信じてまっすぐ歩いて行こう。何にも分かっていないんだ自分のことなんて。真実の叫びを6時からやろうと思ってます。そして現在ライバー王決定戦というのにも参加しております。私はね所属はタレントジャンルはタレント部門に
所属しているので、ライバー王、そしてタレント王のギフトの応援もお願いします。で、この2つのギフトが夜の18時から21時59分までしか投げれないものになってるので、よかったらぜひぜひ皆さん夜の配信訪問の際に応援してくれたら嬉しいです。ありがとうございます。なんです。あ、ちびみるちゃんありがとうございます。ちびみるちゃん20時からじゃなくて一応18時かな、18時から21時59分のこの4時間までしか投げれないので、よかったら皆さんそちらお願いします。で、1日1個チャレンジっていうところから入って無料でギフトゲットできるので、よかったらぜひぜひ皆さん無料で1個ゲットして、そちらで応援してくれたらなって思います。ありがとう。土曜は時間違うかった。あら、そうだった、そうだ、曜日によって違うんだ、ミスった。ちびみるちゃんが正しいでございます。土日は時間が1時間だけなんだ、1時間2時間か。ということで今日は20時からになってます。ありがとうございます。そうだ、今日日曜だ、そうなんです、曜日によって違うんだ。心がいつも快晴さん、ありがとうございます。ラインバーを頑張ってます、ありがとうございます。調べたらお昼もあるらしい。あら、私のミスだ、お昼もあったのね。で、一応16日までが予選になるので、16日までちょっと頑張っていけたらなと思います。50以内に入ると次の決勝に進めるので、ぜひぜひお願いします。そのさ、時間のやつさ、スクショして載せとこうか。女神の巡礼者さん、ズホンもありがとう、ありがとう。わー、嬉しい、初見さんなのにクマさんで応援してくれてありがとう。女神の巡礼者さん、ありがとうございます。滑舌回ってないです。お、えーちゃんさんがまた来てくれた、お疲れ様です。えーちゃん、クマさんありがとう、レインボースターもありがとう、考え直しさんいらっしゃい、のりさんもいらっしゃい。一旦今日の枠15時までにしますね。嬉しい、女神の巡礼者さんでいいのかな、ありがとうございます。えちゃんもいらっしゃい、主権さんも大歓迎ですよ。お、いっぱい来てくれてる。かえママさん、はじめまして。かえママさん、はじめまして。コメントありがとうございます。なぎさんもありがとう。たかりんさん、いらっしゃいです。何行こうかな。よかったらね、今日夜は18時から予定してます。来てください。
ありがとうございます。光に
GTO さんありがとうございます。バタヤンさんもいらっしゃい、ありがとうございます。リズキアンさん、まさきさんありがとう、小麦子さんもありがとうございます。嬉しいですね、ありがとうございます。えいちゃんさんもありがとうございます。ゆうちゃんさんありがとうございます。もっとキユキの、そうです、もっとそうです、ありがとうございます。いちごさんに挑めまして、ありがとう。トシさんナイス、よかったらね、今日ラスト次1曲になります。最後まで聞いていってください。そして今日はね6時からまたちょっと夜の部分始めます。で現在クマイベ参加してるんですけど、今日の21時59分までとなってるので、よかったらぜひぜひ応援してください。ちくわドーナツさん2度目の訪問です、ありがとう。あっという間やな、もう3時や、ね、こっちだけ前髪くるんってなるんだけど、これなんで癖どんなにさこうやってやってもさ、こっち行っちゃうんだよね、どうしよう。えいちゃんさんありがとうです、あの全然そんな気を使わずでありがとうございます。前髪がさこう、わかる、全部こっちこっち行っちゃうの、これなんでだと思う、どれだけお風呂上がりにやったってね、こっちに行っちゃう、みんな右好き、こっち行っちゃう、なんでだろうね、なんでだろう、これわかる、こっちこっちはねストンって落ちるんだよ、でも右だけみんな右行っちゃうの、なんでかな、これの謎がちょっと、これ自分でも扱えなくて前髪ヒカルさんが初訪問です、いらっしゃい、いらっしゃい。お、かつみんさんありがとう。あー、これアンナさんって呼んでいいのかな、アンナさん、アンナの空のルームから来てくれましたよ。お、かつみんさんありがとう。初コメ違うか、初じゃない、ありがとうございます。よかったら私もあのアンナさんよりも歌は下手くそですが歌ってます、聞いてくださいクロケンさんいらっしゃいです、ありがとうございます。喉がガラガラですがよかったら聞いてください。15時だ、早い。何がふさわしいかな、最近好きなこの歌にしようかな、皆さんどの歌をよく聴きますか、やっぱアイドルが多いのかな、えちゃんさんありがとうございます。えちゃんさんまた1位になっちゃうやつ、ありがとうございます、本当に。あれかな、お昼休憩かな、それともまたこっそり聞いてくれてんのかな。やっちゃんさんありがとう。前髪ねよくわかんないんです、私も大変。ゴスペラーズやばい、たった一つのこと約束したんだ、でしかこれ小さい頃よくなんか聞いてた気がする。お昼休憩中です、ありがとうございます、ごめんね、もぐもぐしてね、ちゃんと本当にありがとうございます。日和ももさんフォローありがとう。光の輪の中へ、
ということで、ごめんなさい、予定時刻よりもちょっと過ぎてしまったんですけど、一旦これでお昼の部終わりにして夜に備えたいと思います。にゃしゅんさんいらっしゃい、まさきさんこちらこそ訪問ありがとう、ありがとうです、ありがとうございます。お、なぎさん溶けちゃったくま、わー、えーちゃんさんありがとうございます。そんなそんなたくさんもいただいてばっかで、ありがとうございます。夜の部これなさ、全然全然大丈夫です、あの本当に本当に強制じゃないので全然大丈夫です、ありがとう。えちゃん、ちょっと TikTok ライブ私昨日寝ちゃったんであれだったんですけど、また絶対見に行くので、お昼たまにやってますよね、お昼休み、お昼休みたまになんかやってるのちらっと見かけます。だって話盛り上がってる時にさ入るとさ、なんかね申し訳ないなと思ってあれなんだけど、ちょっとまたバトルの時なんかありましたら応援行きます。にじか久々に見た、ありがとう、久々に見てくれて。Sチータさんいらっしゃい、母さんもいらっしゃい、コオロギさんいらっしゃい。ということで
お昼ありがとうございました。初見さん、二度目ましてさん、ぜひぜひまたね、6時から今日ちょっと始めるので、最初ちょっとラジオでつなぐかもしれないんですけど、よかったらぜひまた6時から皆さんご参加ください。たくさん来てくれた、ラスト頑張ってください、ありがとう。ひまじんさん、どうもどうも。煙突さんもどうもどうも。夜行くね、ありがとう。じゅんさん、ありがとう。えちゃん、私もまた行きます。ありがとうございます。なんかちょっとみんなに声かけて仲間引き連れて応援行きます。信号機さん、ありがとうございます。リップスさんもありがとう。シーズーさん、こんにちは。お気になさらず全然あの邪魔しない範囲で応援します。ありがとうございます。アトムジオさんもありがとう。最初からいけないけど全然大丈夫です。皆さん参加できるお時間にコメントください。ふむふむさん、いらっしゃい。シンさん、お久しぶりです、ありがとうございます。たくさん訪問してくれてるということで、お仕事行ってきます。頑張って、じゃーん。ありがとうね、貴重なお昼休み、本当に貴重な貴重なお昼休みに応援してくれるなんて涙が出ますね、本当にありがとうございます。トコンさん、ありがとう。かくれんぼさん、ありがとう。えーちゃん、最後の最後までありがとう、頑張って。疲れて寝落ちしてた、今日は本気出す、ごめんなさい。私も昨日ね、深夜配信しようと思ったんですけど、ちょっとすこぶる体調ががっくり来てしまいまして、寝てしまって。ファイティーン、ファイティーン、ありがとう。なぎさん、ありがとうございます。やばい、初見さんがいっぱい来てくれる。鈴鹿さん、こっそりさん、いらっしゃい、ありがとう。よかったら夜6時から始めます、また会いに来てください。よし、それでは一旦こちらで切らせていただきます。ぜひぜひ皆さん、夜の部も応援よろしくお願いします。それではまた夜に。